ちあっち。うん、奥。うん、めっちゃ遠いね。遠いの？めっちゃ遠いよ。何時間かかるの？何時間もかかんないよ。あ、それはあったの。さあ、どんな動物がいるかな、確認していこう。動物じゃねえ、もう猫しかおらんわ。猫しかいないか、鹿は。あと虫とか。虫かい。カブトムシは目つぶったら分かんなくなるよ。目つぶったら分かんなくなるか。だってここの穴見てるかな。そりゃいねえわ。ここは一体なんだ。入ってみよう。あ、猫だ。今動いたな、うん、今走ってきた。今走ったな。あ、風が強いからね、川はもういないと思う。さあ、ここは一体なんだ。探してくれ、何がどこにいるんだ、はい、さあ、どうだ。キャットはいるか。パパ、ってな、キャット猫がいたからキャット驚いた。パパ、ってな、それはダジャレにならない。パパ、ってな、高度なダジャレだ。パパ、ってかな、葉っぱ切ってくれてん。は、切ってくれた。めっちゃ涼しいな。めっちゃさ、蟻地獄だ。本当はアリ地獄だらけだな。さーて、あ、猫だね。あ、またここに隠れる。あ、やっぱ同じ猫だ、こいつは。そうだ、こいつは偽飼い猫だ。猫、さあ、どんどん奈良公園の方に向かってるぞ。風が涼しくて気持ちがいいわ。今大声聞こえた、猫。大声聞こえた。今声だったの。クールクールって言ったか、うん、聞こえた。だからクルクルクルって言ってた。さあ、どうだ。舗装された道を通っているからね。眩しい、やめろ。確かにジョーク眩しいね、下を見てるって言って。そう。さあ、おっと、動くタイヤの2つのやつがあったと。あれは何だ。自転車らしいぞ。何でそんなことないんだよ。あ、ここ前カタツムリのカラーあったけど消えたやつ。何もない。だからこんなのさあ、星は出てるか、どうだ。ないですね、はい、星はない。じゃあ帰ろう。ダメだ。あ、だからうんこが全部ハサミが使えるんだけどさ、うん、空に星が一個もないから。空に星が一個もないとね。今日の話は。なぜかな、こうなってる。おお。ほら、チョークみたいになってるだろう。本当だ。硬い。チョークみたいな。カマキリってさ、おっと明るくなってきたぞ。カマキリがな、人間ぐらいの大きさになったらな、うん、やばいことになるね。おい、カマキリが人間になったら、人間ぐらいの大きさになったらやばいことになるって言ってるやつがいる。どういうことだ、教えてくれ。やべえ。カマキリが人間ぐらいのサイズになると。こうやってさ、カマキリさ、こんな風に捕まえるじゃん、うん、この時の力3トンになるらしい。3トン。あれしといた。ありがとう。だから車とか一瞬でへこんでいくの、ね、これはやばいことを聞いたぞ。あのさ、あれカマキリ見てたらさ、自分の倍ぐらいの大きさのやつ食うじゃん。もっとでかいやつも食うな。セミ食っとったもん。だからさ、あの、うん、クマとかもさ、食い始めるかも。やばいな。でもそんなん言い出したら何でもすごくない。人間ぐらいでかかったの。だって蚊もさ、まあ、元々がめっちゃちっちゃいからさ。蚊も人間サイズだったらやばいよ。うん、だってさ、赤です。蚊が人間サイズになったらさ、もうさ、だいぶやばいよ。いや、やばすぎだよね。だって蚊に目つけられたやつさ、一瞬で死ぬもん、ね、おい、あそこになんか光っている美味しそうな店があるけど、あれは一体なんだ。ローソンだ。そうだ、ローソン。あれは確実にローソンだろ。やばいやばい。あ、さ、これのせいで目が開く。あそこにカブトムシが売っているんじゃないか。ちょっと待って、マジで何でしょう。目が死ぬって時さ、本当にさ、あの、こういう伝統みたいなやつがないところでしかって。なあ。あ、これなんで書いてるでしょうか。アモンガス。それ、あの、切っといて、眩しいから。あ、青になった、行くぞ。
目が死ぬってマジで。確かに目頭、目頭ここがさ、緑、ちょっと緑がかってるの、もともと。ああ、かかってるね。もうさ、なちょっとだけさ、何が正しいのか。ガチャみたい、いいアイデアだね。でもさ、ガチャ引いたい。ガチャ引くお金がないわ、今日。すまん。ハギバギが見つけたいんだよ。ハギバギな。ジョー君、それさ、眩しいからさ、揺らさないで。お、でも車が来てるからね、ちゃんと左側に寄ってください。前から光っている何か、4つのタイヤがあるやつが来てるけど、あれは一体何だ？あれ、車。さっき先に言ってしまったからね、パパのミスだ。危ねえ危ねえ。いいね。夜歩くときはね、ライトを持って歩くようにしましょう。そのボケとツッコミさ、何も面白くないからさ。確かに今のはかなりつまらなかった。つまらんこと言ってつまらん。風がいいな。ここら辺も猫いたけどな。今日はいないな。お前らが前見てくださいよ。なんか雨っぽい感じがしてきてませんか。若干。お前のツアーだよ。お前のツアーだよ。若干雨っぽくね。ほら。若干雨っぽくね。なって。これやばくなってたよ。これ雨っぽいよ。ちょっと怖くなってきたな。今行ってる最中だからね。帰りだったらいいけどね。これは逃げちゃう。これはやばいね。やばい。まあびしゃびしゃになったらお風呂代わりにいいのかもしれないけどね。確かにな。あれさ、傘、あれさ、傘ないからちっちゃい傘だよ。もう傘ないからちっちゃい傘だったらどんな感じ？やばい。そうだ、手で傘する感じだ。そうだそうだ、ちっちゃい傘だ。おめえはいいな。ちょうどいいのを持ってる。なんか花火っぽい音が聞こえるな。ほら、なあ、ドンドンつってるな。いいね、お前はそれで傘の代わりだ。ああ、風が涼しくて気持ちいいですわ。めちゃくちゃ暑かったですからね。いや、これ何時間かかるの。これさ、なんか雨とかさ、畑、あ、ここでカマ切りちゃうな。お、車来そうだぞ。1週間に1回程度ぐらいの感じで降ってきて、そう、困る。畑が降ってくれた方がいい。そう、畑が降ってくれた方がいい。車ちょっと待って、車が来てさ、走ってくれ。でも雨が降ってると作業ができる。そう、はい、これでいいよ。おーっと、あれ曲がるな。さあ、どん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 奈良町の方に進出していってます。もうすぐ奈良町で何かを行っているらしいです。なんと鹿を光らしているんですか、今日は。鹿を光らすイベントですか。いや、どういうこと。どういうこと。確かに鹿を光らすイベントってどういうことなんだろう。鹿を光らす、光らす鹿。おーっと、いい踊りだ。なんということだ。ジョー君がいいダンスをしています。素晴らしい。おーっと、ベン君もいいダンス。すごい。アイドルを応援するさ、あれ見てる。あのペンライトね。アイドルのペンライトね。そう、なかなかうまいからね。変な目で見られてるし。確かに。おお。でも奈良の人だと思われてないからいいんじゃない、多分。あ、旅行に来た人だって。いや、パパは涼しいだけだね、涼しくて。いや、本当はうざい。うざいか、まあ人によって違うわ。お、でも飛行機見えてるから、星見えないのかな。なんだこれは。ここは大人気の蔵だ。なんかさ、やっぱりさ、うん、何もさ、ずっとやってるとさ、うん、飽きてくる。そうだね、何でもそうだ。でも YouTube は何か。ああ、またでもあと1年ぐらいだったら違うチューブが出てくるんじゃない。え、なんで。本当だ。でもさ、 YouTube にはモモジャがいるから。本当だね。ああ、18位だね、早いね。あ、危ない。
あ、ほんとだ。ブンブン先生。おお、ほんとだ。見て、ください、先生。ちょっと待って。ブンブン先生、開けたい。なんだ、これ、持ってる。車だ。ジョン君は、ジョン君、これの足。バスにあるやつ。ほんとだ、バス、降車ボタン。これ、ジョン君の足、すごい。いいものがいっぱいだ。ジョン君はね。よし、じゃあ行くぞ。よし、行きます。ブンブン先生。ジョン君、足がいいな。足がいい。足がいい。ガチャってそんな早く閉まるんだね。もっとさ、もっとやってると思ったわ。残念だ。おい、ほら雨降ってるぞ。めっちゃ雨降ってる。完全に雨降ってる。6時までしか開いてないの。うん。あ、いいね。喉乾くね。あ、これあんた雨降ったら潰れちゃうよこれ。あ、まあ大丈夫。この中入れといた。そう。だいたい今のやつ雨ぐらいじゃない。打たれないから。さあ、どん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 。土砂降りだったら やばいけど。やばいね。ほんでさ、じゃあちょっとこっちを曲がってみよう。鹿がいたら、鹿がいたらなんて叫ぼう。鹿がいたらなんて叫ぼう。ディアーって言う。いや。ディアー。いや、あのさ、近所迷惑だから叫ぶ。確かに。近所迷惑だから鹿がいてもね、ディアーって叫んじゃダメだからね。むせよ、バカだよ。動画撮ってるんだからさ。そう。わ、虫多いよね。おー、いいね、虫いるか。じゃあこっちを曲がっていこう。おー、なんかドキドキする道に出たぞ。ドキドキロードだ。さあ、いるかな。誰がここの土地を買って何か商売を始めてくれ。チカバン。さあ、こっちもだ。誰がここ、あ、ここが店解体してんだね。ここ店あった。はい、スナックとかがね、あったとこじゃないかな。怪しげな。チクベン、チクベン、チクベン。なんかあのクリームみたいなやつが。しかもこれたす、これ悪いことにさ、入りたくなる感じで開いてるよな。やばいな。あ、ここに前鹿いたよな。どこ、うん。ここに前鹿がいましたよ。今日は休んでますな。そう。パパ見て。ああ、撃った撃った。おお、おしゃれな店がいっぱいありますな。なんかカナカナっつってない？セミの声が聞こえませんか？この木に何かいないですか？照らしてください。え、木、まさかね、こんな奈良町のね、ありえないところにね、ここは花壇だよ。さすがにカブトムシはいませんな。おった。かなかの言ってますな。さあ、どん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 歩いてます。お前写真撮ったんだ。まだ7時半、8時前ですが。ママ写真撮ったんだ。俺見てるよ。8時半ぐらいですがね、このぐらいのね、通行人数です。さあ、そこ車通るから気をつけてください。そう、左です。違うぞ。あ、ほら、なんか光ってる。うまい。見てくれ、あの先に何か光があるぞ。みんなが、あ、祭りしてんじゃない？お祭りっぽいぞ。俊太郎が、見えてる、見えてる。光の数は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15個のライトっぽいのが見えてますな。パパ、みんな眩しいから止めとくわ。あ、いいね。他の人に迷惑になるからね。じゃあ、くじこ。お、車来てるね、ほら。近くで。先に行っちゃおう。先に渡っちゃいましょう。さあ、って。等間隔ぐらいになる。結構雨降ってるね。なあ。体に1秒間に10発ぐらい当たってますからね。まあまあ、雨ですな。あ、警備員さんもいてますね。おお、すごいすごい。いや、あっちやばい。あれが全部カブトムシやったらどうするべ。前もこんなんなかった。そう、毎年やってます。奈良東海ですな、これは。池があるのね。
池があるので気をつけてください。マンってめちゃくちゃ書かれてある。ああ。お地蔵さんやった。お地蔵さんやった？右だね。いやばあ、綺麗だね。パパ、ちょっと一回川見てみる。あ、川、あの、突っ込まないでね。落ちないですね。結構雨降ってきやがる。結構降ってまんな。池の水量どんどん増えてきた。あ、ほんとだ。めっちゃ池の水量増えてんな。ほんまだ。前もっと少なかったよね。うん。確かに。池の水量増量中だね。あっと、ここまで来ると人がいっぱいいますな。月曜日なのに。あったかくないわ。ああ、涼しくて風です。これさ、めちゃ雨降ってきたらさ、これ全部消える。そういうことです。これろうそくでしょ。なんでやってるかって言ったらろうそくでしょうね。囲いで守られてるのはいいけどさ、はい、ろうそくだから火が消えますね。消えないように見とこう。だってさ、たまに引いたりついたりしてるやつあるもん。そうだ。ほら、なんかあっちとかさ、ほら、パカピカピカ。ああ、でもいい感じで、あれじゃ、あれ、人が歩いてるから見えなくなってきた。見えるじゃない。入れちゃったわ、これ。そうか、はい。よく見たら人がこんな感じで。そうそう、人が通るからさ。でも全然暑くない。全然暑くないか。うん、でも焼いてる。焼いてる？焼いてる。あ、目痛いから下向けて。めちゃくちゃ降ってきましたね。めちゃくちゃっていうことでもないか。でもこう、サルサ池に雨の音がすごいしてるもんな。ゲリラ豪雨ってことじゃないけど、まあまあ降ってますな。腹減った。お前飯食っただろ。あそこででも休憩できるんだけど、椅子がないわ。うん、さあ、ここでゴールです。腹減った。よし、右で、そうです。しかいますか？ママ、腹減った。夜しかいますか？いいよ。いねえか。さあ、トイレに行くときはここですな。あ、出入り閉まってるわ。興福寺サルサ池南側にデイリーマートっていうコンビニがあるんだけど、あそこ閉まってるよな。明らかに。どう？全部閉まってる。閉まってる。8時で閉まるのかな。これありえないね。やる気なさすぎるでしょ。いや、もしかしたらやばい雨が降るのかもしれない。確かにね。それ下に行ったら実は戻ってこれなく、雷っぽい音も聞こえてきたぞ。これは戻ろう。これはやばい。うん、星を観察しに来たんだけど。え、待って、めっちゃ強くなった。めちゃくちゃ強くなってきました、雨が。ちょっと待って、これやばい。これやばいね。もしかしたらゲリラ豪雨だ。これはやばい。見えるかな、雨が。うん、ちょこちょこ見える。カメラ越しにも分かるんじゃないでしょうか。これ、まあまあの雨が降ってます。パパ、これさ、明日さ、奈良公園行ったら。パパ、濡れてるからさ、濡れてないやつ行きたいから。うん、でもちょうどこのままお風呂に入ったら気持ちいいかもしれない。これさ、奈良公園のさ、うん、あれ消えてない？ろうそく。でもあのさ、消えるかもしれんな。一個二個は。パパ、どうした？あの水が、うん、あのさ、今川だろ、うん、川行きときあのさ、めっちゃ深くなってるんじゃない？だってさ、これ川深くなってるな。1秒間にさ、同じところにさ、2回ぐらい当たってる。いや、当たってる。かなり細かい雨が降ってます。荷物だけは守らないといけないから、本当にね、この時期はいきなり雨が降るんでね。これはダメだ。でも涼しくていいな。シャワーだ。頭洗おうと。ガシ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 。そうなんだ、知らなかった。さあ、ここをね、ちょっと行くとね、いらない木が降りてる、落ちてる。いらない木を配ってるところあるから、見て帰ろう。雨、うんこだ。もしかしたらさ、あのさ、木でさ、守れるかもしれない。さあ、ここにね、いらない木があるんだけどね。さあ、どうだろう。ほら、ご自由にお持ち帰りくださいね。ねえな。ひかひからして、どう、あるか。あ、売り切れちゃったね、残念。これしかないわ。あ、これしかない。一つだけあったみたいだ。やめておこう、置いておこう。さあ、行こう。あ、こんなところに。さあ、どんどん雨が強くなってます。さあ、雨で打たれて気がおかしくなったやつが走ってます。気をつけてくれ。いや、これだいぶやばいっぽい。だいぶやばいっぽいな。待ってくれ。でもさ、気持ちいいやん。気持ちいいな。うん、ジョーク、こうやってみ。ほー、うわー、シャワーもいけるやん。シャワー、そう、シャワーだ。ショーサンクスの空にだ。
ありがとう、はい、雨よ。でも雨汚いんだけどね。そうなん。うん、そうだよ。なんで雨汚いんだよ。雨は綺麗だろ。そうだよね。これ見て。あ、うまいうまい。うまい。食ってるわ。うめえうめえうめえ。なあ。だって海の水とかさ、そのまま飲んだら汚いよ。虫だ。それは無理だ。パパ、虫だ。それと一緒か。パパ、虫だ、これ。なあ。それが同化としてできてるもんだから。さあ、ここ、車が来てるか。ほら、来た。これ、ちょっと止まろう。はい、そっちょっと、そっち。よく、そっち。よく、そっち。めっちゃ降ってたよね。めっちゃやばい、これ。しかも、あの車、さっき出てきた車っぽいよな。迷子になってんじゃないか。確かに。なあ。さあ、って。星を見に来ただけなのに、雨に濡れに来たみたいになってるね。星を見に来て雨に濡れた奈良町の夏休みって感じ。やべえよこの雨。帰れない。嫌なタイミングで降る。嫌なタイミングで降ってますな。そうだな。さあってどうでしょう、わかりますか。あ、ここ夏祭りあったな前、うん、ここでかき氷食ったな、この駐車場で、うん、あ、確かにね。そう、ここで食ったね。でも、いいね。確かに。さあ、商店街が近づいてきました。なんかいい匂いだな。なんか、塞いでおいた。いいね。なんかいい匂いだな。確かにいい匂いだ。スパイス。おい、筋肉マンみたいになってる。シュントロがムキムキになってるの。おい、ムキムキ野郎じゃねえか、ただの。ああ、商店街が来た。あそこで一回避難しよう。さあ、商店街は屋根があるから。滑るぞ、しかも商店街の椅子は。椅子？反対です、左です。さあ、なかなかの雨でんな。たださ、妖精とママさ、うん、雨降ってきてるけど大丈夫かなと思ってた。いや、ママ風呂入ってるから気づいてないわ。うん、ほんでびしゃびしゃになって帰ってくるから。足見て、うっ、すごい、服がびしゃびしゃだ。でもそこまで見てか、頭やばいで。確かに頭がいい感じに濡れている。魅惑のレモンソーダ。いいね、魅惑ね。レモンじゃなくない？魅惑ね。確かに紫っぽい色だからレモンっぽくないな。ここは全然あれだね、新しいテナントが来ませんな。ここでエアコンの効いたところに入ったらめちゃくちゃ寒いよな。8月5日から14日はお買い物は持ち戸のセンター街だって。何かキャンペーンがやってんじゃない？皆さん来てくださいだね。さあ、ガチャのところに戻ってきたぞ。最後はドランク大戦争。さあ、もうさっき見たからもういいですよね。ただ6時に閉店する。はい、これが欲しい。オッケー、もう行きますよ。1 2 3。おっと、おかしくなったやつが走った。夜をかけている。一回ジョークして。俺は何で走ってるんだよ。おっと、おかしいやつが2人になった。夜をかけています。確かに。なんてことだ、夜をかけているぞ。おーい、ライトつけといて。ジョークのライトつけて。お、戻ってきた。さあ、いいランニングだったよね。なかなか今のは面白かったです。ちょっとだけ降らないね、なぜか。ちょっともう一回やって。さあ、ランニングします。ランニングした後はちょっとだけ降らないらしい。私は今めちゃくちゃかかっているけど、彼にはかかってないのかな。どうですか。どうでしょう。いつもパラ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 。よし、じゃあ。うん。でもランニングして止まったら、うん。1秒だけちょっとだけなんか降らない。それは雨より早く走ってるんだ。謎の。なんか、うん、隙間があるの。なるほどね。走
走ってる間は濡れてるんだけど、まあ濡れてないようにね。はい、前からバイク来ます。いやでも完全にな、落ちてきた感じがない。なんか落ちてきたら、おい、なんかわけわかんない車が突進してきねんぞ。まっすぐ歩いててね。いや、あれはバイクと車が走ってる。おい、まっすぐ歩いてて。だからさ、あれ車だとしてもなんかちょっと、いや、ここ車走っちゃダメだから。いや、バックスキル、うん、走るな、ジョーク。おい、こっち走っとけ。走っちゃダメってどういうこと？え、一気通貫だから、21時まで。あれダメだよ、捕まるよ、うん、今まだ8時ぐらいだろ。なんかさ、前さ、ここにさ、誰か歩いて、うん、子供がさ、歩いてたじゃん、うん、あれはさ、うん、親はどういう感じなの？どういう感じだろうね、歩いてるなって感じじゃない？見守ってるとしたらまだ分かるけどさ、一人で行かせるのはあれやばい。ああ、それはあの習い事だからもう慣れてるから大丈夫なんだよ。だってさ、小学校1年生でもさ、バスに乗ってる小学校行ってるやついるし、うん、いろんな家庭がある。電車乗って大阪まで行ってるやつもいるんじゃない？おい、ちょっと待って、今の顔何言おうか、もう一回やって。善くんか、善くん今何やった？いや、そんな顔じゃなかったから、ベロ出してただろ。え、ベロ、何それ？おいおい、何それ？スマートって書いてある。おい、びしゃびしゃじゃねえかおい。あ、スマートって書いてある。スマートだからだよ。俺なんかトーマスだ。スマートって言うな。トーマスのことをスマートって呼ぶ。スマートなトーマス。あ、持っといて。あ、持つわ。さあ、シャンプーしてるやつがいますね。おーっと、髪の毛を洗いながら走っている。髪の毛洗うんじゃなくて髪の毛を。でもこうやってたまにね、雨に当たるのもいいんだよ。普段と違うから。あ、ここにお地蔵さんあったんだね。知らなかった。じゃあそろそろね、30分が経ちます。おー、すごいすごい。さあ、やっぱ雨、夜テンション上がってますね。夜でで雨降るってテンション上がるんだよ。いい音楽だな。何の音楽か当てよう。マエスケ。ベベ。ブーか。マエスケはチャンネル登録者100万人の YouTuber だ。あ、信号が青になりますな。これはちょうどいいですわ。腹が減りましたな。ピザルだったらさ、雨もさすがに起きれるよな。もう雨とか別に関係ないんじゃない、あのレベルになったら。いや違う、雨を避けれるか避けれないんだ。避けれないと思うよ。なんで？だって雨ってさ、めちゃくちゃさ、ちっちゃい範囲にいっぱい降ってるからさ、避けようとしてもさ、どれかが当たるんじゃない？光になっても、光の速さで進んだとしてもさ、うん、気づいてないだけで雨には当たってるんじゃない？うん、と思いました。まあ、確かに光の速度で走ってたらなんか水とか蒸発しそうだからね。まあそうだね。でも当たって蒸発するから結局当たってんじゃない？まあ確かに。キザルのレーザーでもさすがに無理だろ。ゲリラ豪雨だったらさすがに受けれない。ゲリラ豪雨は無理だね。まあでも青生地の冷え冷えの実だったら屋根に屋根を作れるからね。凍らして終わりだ。まあ、確かに何も効かないんだよ。雨全部凍らせるよね。全部あのトゲになってさ、他の人がさ、めっちゃぶっ刺さってめっちゃ痛い。あ、確かに。あ、それは強いな。それやばいよな。え、でもマグマグの実も大丈夫っぽそう。マグマグの実は全て蒸発させるよね、一瞬で。だってマグマのさ、うん、でっけえ玉落とせばさ、一瞬。そうだよ。なんかちょっと雨強くなってる、ね。雨強くなってる。これはね、もうこのまま家帰ってね、すぐに風呂に入らないといけない。大丈夫か、なんてことだ。星が一個も見えなくて、ただ雨に濡られに行ったようだ。こういう時は風邪をひかないようにすぐにお風呂に入りましょう。しかもこれ30分歩いてます、ちょうど。いい運動にはなりました。あ、あれ飛行機だね。さあ、猫がもうすぐまたいるんじゃない？パパ、あれ雨降ってるから。パパ、あれ、ちょっと
パパ、あれ飛行機じゃなくて星やで。星が動いてるんか、あんなに早く。すごいすごいな。止まってるよ。止まってるよ。まあ星も動くんだけど。まあ星も動くけどね。さあ。わあ、星一個見つけたやん。最後にここにチャンスがあるんじゃない。雨が降ったら何が出てくる？あの木を照らせ。なめくじ。いや、わかんないぞ。あの木を照らしてみろ。アルフィーの顔な。お、いい歌だ。めっちゃ降ってきた。お、猫だ。黒猫だ。どこ？え、そっちに逃げた。めっちゃ降ってきた。やばい。これはやばいです。これは全ての機器が壊れます。それではさようなら。